この状態で最後に楽しめる。こんばんは。今回は東京世田谷区三軒茶屋の磯源さんで飲んだ時の動画です。まずは黒ビールを最初に飲みました。鍋料理を注文しまして、一人前から注文できて、これ一人前で牡蠣鍋1200円です。一人前から注文できるというのがありがたいのですが、この量、これに蓋を閉めてグツグツ言ってくるのを待ちたいと思います。少しずつ火が入っておりますが、食べるまではもう少しといったところでしょうか。他の料理も注文しておりますので食べていきましょう。串焼きです。磯源さんは串焼きも1本から注文できます。これは美味しかった。もちろんビールがよく合うわけでございます。こちらが肉豆腐です。豆腐と豚肉が卵でいい感じに閉じられております。さあ食べていきたいと思います。これ寒い冬にはぴったりの料理で最高。グッドポーズしまして、続いて串焼き。串焼きはほぐして食べていきたいタイプですので、ほぐして食べます。王道の串焼きとビールの組み合わせ。そろそろお鍋も食べ頃になってまいりました。お豆腐と白菜を最初に食べていきたいと思います。最初はお豆腐から食べていきたいと思います。この熱々感がいい感じに体に染み渡りまして、冬には素晴らしい料理です。牡蠣がもうできてきたから、牡蠣を上にして、さあこの辺でメインの牡蠣が出来上がってまいりました。まだ入ってるね。あ、いっぱい牡蠣入ってるね。この火の通った牡蠣を見ていただければと思います。どうですかこのプリプリ感。それでは行きたいと思います。こちらの牡蠣は火が入ってもプリパリ、弾力もあってすごく美味しかったです。もちろんお酒、ビールがよく合うわけでございます。続いては梅干し入り酎ハイです。いいね、このあれね。梅干しを軽くほぐしまして飲んでいきたいと思います。ほぐしすぎず、この梅の香りがほわっとするぐらい、このくらいがいいわけです。で、磯源さんの鍋には最初からうどんも入っておりまして、これがいいんです。煮えるような感じでいいんです。その間まだまだ牡蠣がありますので、どんどん牡蠣食べていきたいと思います。白菜も食べていきましょう。すごく美味しかったです。それではうどんに移っていきましょうか。うどんがいい感じですよ。最初から入っていることによって味も染み込んで、とろとろになるぐらいまでこう来ているうどんが美味しいんです。よそりまして食べていきましょう。よく煮込まれたうどんがうまい。うどんでもお酒がどんどん飲めてしまいます。この梅干し杯に中だけの酎ハイおかわりをお願いしまして飲んでいきたいと思うのですが、それプラス日本酒も注文しました。超辛口って書いてある日本酒があったんで、どうしても注文してみたくなりました。続きましてこちらポテトサラダでございます。ポテトサラダも食べていきましょう。後半になってくると炭水化物も取りたくなってきます。こちらが鶏の鶏わさです。海苔だとか薬味だとかいろいろ乗っていて美味しかったです。さあいただきましょう。食べる前から美味しかったっつっちゃったけど、グッドポーズしまして、これには日本酒がよく合います。こういったのに日本酒すごい合いますよね。もう一回グッドボイしまして、卵を割りまして、もうご飯が入っておりますので、最後雑炊も注文しました。卵を乗せてしばらく待っていきましょう。でこちらもう一杯梅干しチューハイ中おかわりしました。この自分好みの感じになる梅干しチューハイとか大好きなんです。さあそれでは雑炊も出来上がりましたので食べていきたいと思います。まだうどんが入っておりまして、うどんも一緒に食べられるといったところでしょうか。まあ残ってるっていう感じですかね。ということで今回は磯源さんで牡蠣鍋食べてきたという動画です。どうもありがとうございました。Thank you.